太ももってね、こうやって椅子に座ったりとかすると圧迫されてしまって、はい、どうしてもここが硬くなってしまうことって多いですね、はい、その硬くなってしまうとね、これが原因で腰痛とか、はい、足の動かすのがしんどくなってきてしまったりとかしやすい場所ですから、はい、ここをしっかり緩めていきますね、はい、わざわざ説明したってことは痛いってことですから、ね、頑張ってください、はい、ここはよいしょ、ここだ、よいしょ、ここ、よいしょ、ここだ、よいしょ、よいしょ、ここだ、よいしょ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 、これが硬くなるとね、腰を引っ張っちゃってね、先ほど言われてた腰が曲がっちゃうみたいな原因になる場所でもあります。ではね、細かい場所ちょっと指でね、埋めていきます。ここだ。ここはね、腰痛の原因の場所です。よいしょ。左のこっちの方が痛いね。ここだ。よいしょ。いてててて。ここ。これだ。ここだ。よいしょ。よいしょ。今ここ。よいしょ。外側を押さえていきますね。外側もね、しっかり緩めてあげると効果的。私がわざわざ説明したとこっていうことは結構痛いってことだから頑張ってくださいね。今からね、お尻をしっかり緩めていきます。頭からね、こう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとして頭が間違えてしまうことって結構多いんですね、はい、なのでね、お尻しっかり緩めていきます、はい、私がわざわざ説明するってことは痛いってことですから頑張ってくださいね。痛い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 
痛いよね。よいしょ。ここだ。よいしょ。痛い。しびれとかね、この辺が痛くなるのとかによく聞く場所ですね。足の外側はちょっとしっかり緩めていきますからね。最初ここが痛いね。ここだ。ではお尻を、ね、今からしっかり緩めていきますよ。ここだ。今はガチガチですね。そうでは細かい場所をね、ちょっと指で緩めていきますよ。